クボさん、灰回収出してきましたか車洗ってきましたね、車。鹿児島はね、あの、噴火するんで、灰がね。うん。まあ、今回は、一生変わらない悩みですね。一生一生うん、うん。うん、まあ、まあいいや。そのまあ、変わらない悩みですね。マーケット、あ、マーケット、市場の、まあ、ちょっとタイトル考えます。言いたいことは、 お金の悩みは一生消えないマーケットからなくならないってことです。もう一度言いますね。マーケットからお金の悩みが消えることはまずないです。だから、お金に関する、あのー、コンテンツっていうのは、えー、永久不滅です。マーケットからその悩みが消えないんで。だから、健康の悩みと、健康の悩みとお金の悩みと人間関係の悩み、これはマーケットから消えることないですね。うん。人間関係の悩,悩みっていうのは、人と人が、 あ、関わる。まあ、でも、時代が変わってきてるので、まあ、在宅ワークとかね、フリーランサーとか、まあ、ちょっと働き方が変わってきてるので、人と人が接することが少なくなってるので、まあ、これはちょっとずつ、だ、緩やかになってる部分はありますけど、ただ、そうは言っても、まあ、僕と久保さんみたいな生活してる人はほとんどいないですから、まあ、人間関係の悩みっていうのは尽きない。まあ、あと、男と女の問題だったりとかね。だから、その、 情報発信する上でまあ一番利口な方法としてはあの一種マーケットから消えない悩みですねうん例えばまあああそうそう僕ね買ってきたんですけど久保さんこれも消えないと思いますよ 僕ね、あの、ブツブツすげえ出てきちゃって、この大人のニキビってやつですね、これ。多分この大人のニキビ、ニキビっていう市場も消えないと思います。おそらく。ニキビが世の中から消える。まずないでしょうね。<laughs> このニキビの市場ですよね。しかもこれ、まあ、あのプロアクティブとかすげえそれでね、あの、儲かりましたけど、これはね、ニキビはなくならないですね、このマーケットも。 これも買ってきましたチョコラ b b <laughs> チョコラ b b <laughs> もうね、もう、痛くてしゃーなくて。だから、松、ま、木、あ、を行ってきて、これ買ってきて、車洗ったんですけど、車洗ってる最中も、なんかもう、炎症して痛くて、もうダメですね。一週間、他のやつやったんですけど、一週間ぐらいやっても全然改善されなくて、まあ、あの体の中とまた違うやつをちょっと試してみようかなって。これもレビューしますけど、まあ、一生なくならないんで、キーワード的に。 ニキビというキーワードはなくならないですからね <laughs> そうだからまあお金の悩みってまあ僕とか久保さんは何で成り立ってるかっていうとそのフックの部分ですねフックのキーワードは無限にいけるんですよでフックのキーワードは無限にいけて集客をしてでお金の悩みにアプローチするっていうねこれはねまあ僕究極だと思いますねうんあのー、どんなフックでも やっぱり99%の人は多分お金の悩みまあ95%はお金の悩みは絶対あると思います今なくても老後大丈夫ですかっていうとそれもあやふやだし、うん、だって一生お金は必要ですからねなんであのいろんな訴求ポイントを変えるとフックしますお金の悩みに関してはうんだからあの情報ビジネスやる上でお金系のコンテンツを扱うっていうのは非常にまあ 楽勝ですね。楽勝ではないか。うーん。でも、まあ、時代が流れても変わらないので、ここはありがたいかなと。ただ、アクセスを持ってくるキーワードは変わるので、まあ、要所要所変えればいいかなっていうところですね。うん。だから、まあ、情報発信マスターになるんであるならば、あの、一生消えないマーケット、マーケットから消えない悩みを、 扱ってるっていうのが一番僕はねいいと思いますよ。うん。もちろんなんか自分の好きなことで情報発信して好きなことでマネタイズしていくっていうのももちろんあるんだけどもその好きな自分が好きなことっていうのがマーケットでずっと10年後も20年後も通用するのかっていうとうん難しかったりするわけですよ。例えば一時期そのゲーム系だったらポケモン GO 一回トレンドでブワーなってポケモン GO すごいバズりましたけどじゃあまあ確かに一定はありますよ今も多分ねただし昔ほどないわけですよポケモン GO に関しては多分ね3年前とかの爆練した時に比べると全然落ちてるしだからじゃあ10年後30年後ポケモン GO やってる人いいのかわかんないですねでも30年後もお金の悩みがあるでしょうねう そうで、ポケモン GO やってる人も、まあ、お金の悩みあるでしょうし。<laughs> だから、バッとアクセスが取れる時にね、そのキーワードを入れて、アクセス取って、そこにぶつけていくっていうね。いろいろできるんですよ。まあ、これはね、ほんとね、僕は、あの、お金に関してのコンテンツはね、まあ、一緒にやっていくでしょうね。まあ、あとはお金に対してやっぱ勉強してないので、みんな。うん。だから、必要じゃないですか、単純に。 お金の悩みは消えないし、お金の悩みは消えないけれども、マーケットから消えないけど、お金の勉強してないので。<laughs> これは一生いけますね、久保さんね。一生、一生いけますね。うん。はい。まあ、ということで、まあ、これはちょっと上級者の話になっちゃい、なっちゃったかもしれないですけど、うん。まあ、とりあえず、発信しなければ、 何も変わんないし、お金の勉強はした方がいいと思います。はい。いってらっしゃい。